どうもこんにちは、ねんねんのみちです。せいこわれです。本日はこちらのね、ポーカーライブ新宿さんに、お邪魔させていただいてます。昔はね、結構やってたんですけど、実際こうやって現場に来て、実際ルールだったり、まあマナー的な部分とかもあると思うんで、そちらの方をね、教わりながらポーカーを今日は楽しんでいこうと思ってます。今日は、初心者講習もあるみたいなので頑張っていきたいと思います。自分たちが今日来たのは、こちらにある WPT 東京2023の、アプリ予選の方に出場させていただこうと思ってて、そちらの方でね、ルールが分かんなかったりってなると自分も勝つことも難しいので、なんで本日は初心者講習をここで受けさせていただいて、こちらの方にね、出場してしっかり勝っていこうっていうことで受けに来ました。で、本日そのルールを教わるディーラーさん、お願いします。ディーラーのマミさんです。こんにちは。何を始めてくれてるんですか？初心者です。はい、では、ちょっとやっていきます。はい、わかりました。お願いします。ポーカーをする上で一番最初に役の強さをお伝えして、その次にアクション、アクション、アクションで、ゲームを進行する上で自分がどんなアクションができるのかっていうのが、その3つ目にゲームの流れを説明させていただきたいなと思います。その役を作っていくんですけど、自分のカードは2枚しかないんですよ。2枚しかないんですけど、5枚作るっていうのは多分皆さんにプレイされてる方が2枚ずつ。で、ここボードっていうんですけど、このボードに5枚です。2枚カードが最終的に開かれるんですね。ボードの5枚と、それぞれ自分たちで持ってる2枚、合計7枚のうち、一番強い5枚だけ使います。これで、言ったら、今は、クイーンと、ワンペアです。ワンペア。で、こちらはエースハイ。何もヒットしないんで、豚で一番そうです。カード。そうですね。エースハイという役。その合計7枚のうち5枚を使って進んだ。というのが、なんかテキサスホールデム。僕は、中で動いていただいて、シップを出してもいいですか？大丈夫です。金額によって色が違うので、こちらボタンというです、ね、ボタン基準にゲームが進行されてます。このボタンの隣の方がスモールブラインドと言って、シップを出してもらう。青1枚。あ、はい、頑張り。で、皆さんはビッグブラインドで2枚を出してもらう。次の人からアクションになります、はい、アクションになって、このゲームに参加するかしないかなんですけど、このゲームに参加するなら、両額、もしくはそれ以上の額をかけるんですけど、両額がコール、もしくは降りることダウン、ホールド、はい、もしくはレイズって言って、自分のカードを強いから上乗せします。はい、色がレイズ、このどれかを今選べるんですけど、私はコールします。お姉さんもコール、はい、ダウン、レイズ、どれか選べます。カードを見てですよね。カードを見るときは周りに見えないので自分だけ見れるので、これでコール、コール、はい。たまるさんと私に関してはホールドっていう選択肢があったので、降りるっていう、このゲームを進行するには、この最高額に合わせて皆さんが一致してからじゃないと進行されないんですよ。で、降りるという選択肢だったんですけど、今、ミッチーさんはもともと200最高額を出している状態なので、チェックするのか、それ以上上乗せ、レイズを進行するのかの2択になるんです。じゃあ、チェックします。で、この時点で皆さん200で金額が増えたので、ポッポっていう真ん中に、シップを回収して、3
3枚、一番最初のターンは何も自分のターンではなくて、2回目のターンは3枚プラス自分の2枚でアクションがスタートなんですけど、このアクションのスタートの順番がボタンの次の方から。あ、私ですか。選択肢としてはチェック、隣の人にパスするよってチェックなのか、200以上のベクトルをするのか、この2択です。チェックチェックするかベッドするかの2択です。ベッドでちゃんとコールします。え、お前さんも3択です。私はダウンします。ダウンで、この時点でミラーにダウンするのでカードを返してください。はい、で今2人の勝負になりました。200と200で2枚で1したので、今度は3枚じゃなくて1枚です。チェックはベッド。チェックします。私もチェックします。最後は5枚目、もうこれ以上カード出ないです。はい、このボード5枚と自分の方が2枚、これで役を作るんですけど、最終アクション4ラウンド目です。チェックはベッドです。ベッドします。ベッドコールします。で、ここにアクションされた方からのオープンに行きます。強い。でも、私がエースになっちゃってる。強い。一番最初、自分のカード手札2枚の手の時は、ミチさんで。ボードを開いたら、ミチさんエース、クイーンよりもエースが強いので、できるよ。ちょっと教えて。はい、一通りルール説明、終わったので、これからですねプレイしていきたいと思います。で、解説ありきでエタフさんに参加してもらって、いざ順序に参ります。コール、そういうゲームです。怖い。すごい正直な方だなと思ったので、打ったら降りてくれるだろうと思ったんですよ。そうだよね、そういうことだよね。声。チェックね。
皆さん、嘘を覚えたみたいな嘘くさい誰かてれーん、それエース。あ、なんか、あ、嘘、嘘れてくる。ちょっと待って、6だと思ってた。言うてストレート、6には負けるけど。これラストハンドに行きましょう。もう終わりなの？コール宣伝終わって実際プレーをして楽しんだんですけど、毎週土曜日に WPT のトーナメントが、土曜日に開催されているので、その中で勝ち進んでいくと賞金も出るようになってくるので、しっかり賞金を狙って外大会頑張っていこうと思います。予選勝ちます。はい、配信の方も見せたいと思うので見てもらったら嬉しいです、はい、それではまた配信でお会いしましょう。じゃあねー。